皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。会社の金に手をつけ、106億円カジノで負けた、懲役4年の実刑を喰らったですね、井川元高さんですね。 この方、なんとですね、いや、この話だけ聞くと、なんかよっぽどもダメな人間だったのかと思いきやですね、全然違って勉強も仕事もめちゃめちゃできる超エリートだったということです。まあ、本が出ているのと、中田敦彦チャンネルで、この井川さんの人生を解説されていたので、簡単に内容紹介をしていきたいと思います。 えー、まあ、2011年にですね、大王製、あの、大王製紙というね、大きな会社で、その会長だった人がですよ、会社の金を使ってカジノで負けちゃうと。で、特別配任罪で逮捕と。もう本当にありえない話ですけれども、ただ、 この方、三代目なんですよ。いやー、三代目だからでしょと、そのね、おじいちゃんがいて、お父さんがいて、三代目だから甘やかされて育てられて、会社にね、仕事の能力もないのに養殖につけられて、それでいいようにやっちゃったんでしょって思ってたら、全然違ったということです。 なんとですね、子供の頃から超優秀で、もう勉強めちゃめちゃできて、なんと東大法学部に現役合格するめちゃめちゃ頭のいい人なんです。めちゃめちゃ頭の人がなんで会社の金使っちゃうんだってことですけどね。しかもですよ、会社に入っても仕事めちゃめちゃ優秀だったらしいんですよ。その3代目だからっていうことで、仕事のね、能力もないのに、いや、親のすねかじって養殖につけられたわけじゃなくて、 赤字子会社を立て直したりとかですね、会社内でも超仕事ができる人だったんです。だからみんな初めは疑わなかったということなんですね。仕事も優秀だったけれども、ただギャンブルが好きだったということで、えー、ただその昔なんか家族でマージャンやるぐらいの感じだったらしいんですけれども、たまたまですね、訪れたそのオーストラリアでカジノをやってしまって楽しさを知ってしまうと。 何これめっちゃ楽しいってなって次はラスベガスに行くと。で、ただこの時はそんなに行けなかったんですね。要はオーストラリアなかなか行けません。ラスベガス結構遠くて行けません。そして42歳に社長になるんですけれども、それまでは別にね、養殖についていたとはいえ、もうその親が 親がめっちゃ厳しいんですよ、二代目がね。だから、なんかそんな勝手に、いや、なんかその三代目だからってって、休み取って海外に行くなんてできなかったらしいんですよ。ところが、まあ仕事ができるもんだから42歳で社長になったら、やった、これで自分で自由に予定決められるじゃん、みたいになって。で、しかも、オーストラリアとかラスベガスだと行くのに時間がかかるけど、六本木で怪しい人に出会っちゃって、いや、マカオなら近いっすよ、と。 アテンドしますよみたいに言われて、マカオのカジノがいをしてしまうということなんですね。めっちゃ勉強もできて、めっちゃ仕事もできて、えー、すごい、ね、昇進を果たしたのに、ギャンブル好きということで。自分の金でやってる分には良かったんですけれども、結局負け込んで、ついには会社の金に手を出してしまうと。 いうことで、えー、逮捕。しかも実刑4年ということになってしまうと。いやー、どこで踏み間違えてしまったのかなということですよね。勉強めちゃめちゃできるのに、仕事能力超優秀なのに、会社でも評価されているのに、にもかかわらず、ギャンブル依存症にはまってしまったということで、本当にこれ皆さん、あの、 一歩間違うと、どれだけ、その、なんていうのなんか、キャンブルに依存しちゃう人ってもう、元からダメな人、勉強もできないし、仕事もできないし、ダメな人みたいなイメージがあるじゃないですか。そうじゃないんですよ。東大法学部に、えー、ね、入学できる学力を持ち、しかも仕事バリバリできて、若いのに赤字小会社立て直したりとかしてる人が、キャンブルにはまってしまうと、もうどうしようもなくなって、 会社の金に手をつけてしまって4年も実刑を食らってしまうというこの恐ろしさ、本当に皆さんのギャンブルとかあと、まあ投資もギャンブルですからね、FX とかもうハマっちゃうと、もう多分この状態に陥っちゃうと思うので、まあ投資のギャンブルとかですね、まあその他のギャンブル、まあパチンコとか競馬とか、まあ宝くじもとんでもないギャンブルですからね、まああとはカジノもそうですけれども、本当に皆さんくれぐれもやらない方がいいと思います。やったってどうせ得しないんだし、まあ面白い。 っていうほど面白いかどうかっていう問題もありますので、これだけ優秀な人がギャンブルにハマってしまうということで、えー、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。